こんにちは。今日のふるさと鹿児島は新型コロナウイルス感染症に対する鹿児島県の取り組みなどについてお伝えします接待を伴う飲食店で7月1日に確認された感染者をきっかけに県内では初のクラスターが発生しました感染は県内各地に拡大し累計感染者数は150人を超え九州では福岡に次ぐ人数となっています 今、私たち一人一人の感染対策の徹底がより一層求められます新型コロナウイルス感染症の気になる疑問を改めて専門家に伺いました今回の新型コロナウイルスはおそらくコウモリが持っていたウイルスが何らかの動物を介して人の社会に入っていったたまたま人で広がりやすい性質を持っていたために 瞬く間にに世界中に広がったというものだと思います若い方々にはもう風邪のウイルスと変わりはないんですけども高齢者の方が肺炎で重症化するという,う特徴を持ってますので高齢者の感染を防ぐという点で対応すればいいと思います。えー、唾液が飛んだり歌歌を歌って 唾が飛んだり飛飛飛沫沫が飛ぶこととで感染する飛沫感染染すする言われていますそれからそういう唾液とかで汚染したものを介して次の人がそれを口に持っていったり鼻に持っていったり目に持っていったりする粘膜に持っていくと感染する接触感染ということも起こります。飛沫感感染染と接触感染で うつるウイルスまあ、こういう点ではインフルエンザと似ている軌道系のウイルスになりますまあ、飛沫感染というのはだいたい2メーター範囲で起こる感染を言いますけれども空気感染というのはそれ以上離れた同じ空間を共有した人が同じ空気を吸うことで感染するのを空気感染と言いますこの新型コロナウイルスは 距離をを取ればまず感染をしないですので原則としては空気感染はしないいと言われています、まあ、離れていれば大丈夫ということなんですけれどもただそれも環境によって例えば換気が悪い部屋などでは比較的そのウイルスが細かい飛沫として部屋の中にしばらく漂うということはありえますので特殊な 換気が悪いところではちょっと離れていても空気感染が起こる可能性があると言われていますそういう点であの飛沫だけではないということで注意は必要だと思います今のところこのウイルスの側にですね感染力が強いとか病原性が強いとかいう違いは分かってない と思いま,すまあこれはむしろ人の側の問題で感染力を決めるのはやはりそこの環境だと思いますから3密の状況などがある場合は感染力は非常に強くなりますし距離をとっていれば感染力は低くなるということで私ただ全く同じぐらいのウイルスにさらされたとしても人には免疫の違いが少しありますから。 自然免疫を高めておくというのはやはり基本的な十分な睡眠とか栄養、まあ、心の安定などもその免疫に関わってくると思いますので、まあ、健康的な生活を心がけていただくことで、まあ、感染を、まあ、完全に防ぐことはできないかもしれませんけどもひどくなるのを防ぐことはできると思いますので、まあ、日頃日常生活を大事にしていただきたいと思います。 コロナにかからない、うつさない感染予防のために新しい生活様式を徹底して続けてください新しい生活様式では基本的な感染対策がマスクを着用して咳エチケットの徹底丁寧な手洗い、身体的距離の確保加えて密閉、密集、密接といった 三つの密を避ける行動が大切です家に帰ったら必ず手洗いをする手洗いはウイルスを減らす効果がありますこまめに部屋の換気をする体温を毎朝測って発熱をチェックする風邪気味なら外出を避けるお店に入るときはマスクをつけてさらに手指の消毒をする 店のスタッフとは正面に立たずに会話をする、レジ待ちでは間隔を空ける、キャッシュレスをできるだけ利用する、人が集まる場所の娯楽は混雑を避ける、日頃からの感染対策に心がけてください。事業業者ににに向けても業種ごとにガイイドラインが示され、特に 夜の接待を伴う飲食店ではより徹底した対策が求められます接待を伴う飲食店などについては、ドアや窓の開放などによる定期的な換気、手や口に触れるものの洗浄消毒や、飛沫の付着が多いマイクの消毒などの徹底、十分な座席、テーブル間隔の確保。 店舗内の広さに応じた入場客数の制限、大声での会話にならないよう BGM の音量を調整、客の連絡先の把握、スタッフなどへのマスク着用を進めるなど、県では接待を伴う飲食店などに、今月7月8日から7月21日までの14日間、休業協力の要請をしています。 これに応じていただいた中小企業などと個人事業主を対象に休業協力金を支給します。支給額は中小企業などには二十万円。個人事業主には十万円。複数の施設を展開する事業者には十万円を上乗せして最大三十万円です。申請は専用相談申請窓口へ。 申請書類は、簡易書き留めまたはレターパックで郵送お願いします。詳しくは、県健康増進課までお問い合わせください。県のホームページに掲載しているポスターの利用です。ポスターは、飲食店が自ら実施している感染防止対策に関する情報を書き込んで、掲示できるように作成しました。 利用客が安心して過ごせるための手助けとしてお使いください。県では、今後の感染拡大防止と経済活動の両立を図るため、飲食店や宿泊施設で必要となる感染防止対策への支援に取り組みます。補正予算およそ19億2千万円を当てて、新たなクラスターを発生させないために、飲食店や宿泊施設における 感染防止対策の取り組みを支援します県内の飲食店への支援では換気のための機械、非接触型体温計、フェイスシールドなどの購入費用として上限10万円をキャッシュレスの導入支援として補助率5分の4で20万円までを支給します県内の宿泊施設への支援では厨房や食堂などの改修費用として 補助率五分の四で、五百万円までを。さらに、非接触型体温計、フェイスシールド。自動消毒液、噴射器などの購入費用として。上限四十万円を支給します。いずれの支援も、すでに購入済みのものも含めて。四月一日に遡って、支給対象となります。今回のクラスター発生に伴い。 県では事業の見直しも行っていきます観光緊急対策ディスカバー鹿児島キャンペーンの事業県民向けの県内宿泊割引の実施については今月8日から21日まで利用を一時停止していますこれに伴い第1弾の宿泊券使用期間期限は今日まででしたが8月4日まで延長します スケジュールが変更になる場合は、改めてお知らせします。詳しくは、県のホームページをご覧ください。検査や医療体制の充実に引き続き取り組んでいます。PCR 検査体制については、現在、1日あたり最大127人の検査が可能となっています。今後は、 検査可能な県立病院や民間機関をさらに増やして検査人数を1日あたり279人まで増やします感染患者の受け入れ体制として現在、県内医療機関における感染患者の受け入れ病床を合計で253床軽症患者などの宿泊療養先としてホテルなどに388室を確保しています 感染リスクの高い場所を訪れた方や、気になる症状がある方は、帰国者・接触者相談センターへのご相談をお願いします。発熱などでかかりつけ医を受診する場合、事前に電話で症状などをお伝えください。受診の際には、マスクの着用、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。息苦しさや強いだるさ、 高熱などの強い症状がある方は、すぐに相談窓口へお電話でお問い合わせください。高齢者や基礎疾患がある方など重症化しやすい方、妊娠中の方は、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状でもすぐにお電話ください。この他の方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状が続く方もご連絡をお願いします。 相談窓口は、県や鹿児島市の保健所などに設置している帰国者・接触者相談センターです。相談の結果、感染の疑いのある場合には、帰国者・接触者外来を受診していただきます。私たち一人一人が、この新たな感染症のことをよく理解して、過剰に恐れずに緊張感を持って適切な対策を進めていくことが大切です。 集団感染の連鎖を断ち切り感染拡大を防ぎ県民一丸となって安心・安全な鹿児島をつくっていきたいですね。